福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲームを、そして打席には城島が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面、今ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいです。外のボール打った、さあバックホームするか、サードランナータッチアップ、サードランナーホームイン、三塁タッチはセーフ、ダブルプレーはなりません。城島きっちりと犠牲フライを打ちました。これでリードは4、7番バッター山下、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。スライダー決まりました。これが3球目、高めスライダー外れました。空振りになります。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。打った、これは浅いフライ、レフト前ヒットになります。ツーアウトランナー一塁。さてバッテリーはどう攻めてくるでしょうか、小宮山さん。まあそうですね、引っ張る傾向が強いバッターですから、インコースでファールを打たせてカウントを稼ぎたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。低め空振り、ツーボールツーストライクと追い込んでいます。ファウルになります。誘ったんですけどね、振りませんね。スリーボールツーストライク、ショートが取る、これでスリーアウト、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。